Hello. You are listening to After 5 English YouTube blog. Hello and welcome back to After 5 English YouTube blog. My name is Kumiko. こんにちは、After 5 English の Kumiko です。今日もよろしくお願いいたします。今日は昼間にですね、Pride Parade っていうパレードに参加してきました。パレードを歩いてきました。なので、大勢いる観衆をこちら側からこう見ることができて、それはそれですごくこうなんか貴重な経験をさせてもらいました。パレードは関係者以外立ち入り禁止のフェンスの中から始まるんですけれども、今日そのフェンスの中をね、いそいそと集合場所まで歩いてたらですね、なんか向こうから歓声が聞こえて、なんだなんだなんだと思ったら、カナダの首相のジャスティン・トルドーさんがいまして、ってなって、ジャスティンさんはもうパレードを歩く準備をしててすすって言ってたんですけども、横をね通り過ぎて、ああなんてイケメンなんだろうってちょっと感動してしまいました。セルフィーを撮りたいって思ったんですけど、まあ、あまりにこうスッと行っちゃってたので、まあ、残念だったなと思ったら、友達がちゃっかりツーショットでセルフィー撮ってきたんですね。なんかこう思い切って Can I take a selfie with you? って言えばよかったで、ちょっと悔やみつつ、でもパレードが楽しかった一日でした。というわけで今日はリクエストをいただきました。 Older とOrder の発音の違いについて今日は解説してみたいと思います。 Older は形容詞、まあ、比較級を用いて何々より古い、何々より年を取っている。例えば He's older than me とか This watch is older than I thought とか。 Order は動詞もしくは名詞で、注文する、注文ですよね。 I'd like to order coffee もしくは Thank you for your orderみたいな感じで、なので多少ね発音をこううまく言えなかったとしても脈略でわかるので、その辺はこう誤解を与えることはないとは思うんですけれども、ここもまあサクッと発音できたらいいですよね。 Order のこの下の位置なんですけれども、まず O は Older も Order も同じです。 Or の時に下の歯が両端が上の横の歯に当たる、下先ではなくてですね、下の横を上の歯の横にくっつけて、下がこういう風になります。で、or or で、この下から今度は d d、 これはだーって下を前に出すんではなくて、上顎の真ん中らへん引っ込めたままで d ってくっつけてあげてください。下先っていうよりは下の腹で d d orその後にまた ER で der or der order order、 口を大きく広げる必要も縦に横にする必要もないです。これぐらいで order order でございます。 older なんですけれども、ここら辺を少し伸ばすイメージで、おー、この場合は下先を前歯の後ろにつけて、下の腹は何もタッチしません。 OR の場合は下自体がこういう風な形、上の歯がこうあったら下がこうなるんですね。でも OL の場合は舌をくっつけて、これを横にした場合にこういう感じの空洞ができます。 OR OL OR OL ではおさらいです。 OR OR の場合は下の横が上の横の歯にくっついて、下の中はこういう風にへこむんですね。 OL の場合は下の先だけが前歯の後ろにくっついて、下の腹はこういう感じでへこみます。 OR はこう、 OL はこうなります。 OR OL OR OL なので、 OL ってなった時にこの辺がちょっと引っ張られる感じで、 DER は同じDER DER DER って音を出した後に舌をグッて引っ込めて DER DER、 口全体は開きません。 OLDER ORDER OLDER ORDER ではちょっと文章でやってみましょうかね。 Thank you for ordering. I'd like to order some coffee. He's older than me. どうでしょう。単語のみならず、ちょっと文章で流れを作って練習してみるといいのかもしれません。Anyways, thank you so much for watching. And I know it's hot in Japan. Stay cool, stay hydrated.
and look after yourself. See you next time. Bye.